2018年に発足した麻雀のナショナルリーグ M リーグプロ麻雀団体から指名された雀士たちがチームを組んで対局するプロリーグ戦で優勝チームには5000万円の賞金が与えられます。トッププロがしのぎを削る M リーグで優勝するのは簡単な道のりではありません。今回は M リーグ過去のシーズンの優勝チームについて振り返っていきます。2018-19シーズン優勝、赤坂ドリブンズ。赤坂ドリブンズは博報堂 DY メディアパートナーズによるチームです。チームのマスコットはドリブンズのロゴを変形させたサイで、サイのように硬い鎧による守備力と力強く前進する攻撃力を併せ持つチームです。ドラフト会議の1巡目に最高位戦の園田健選手を指名し、個人タイトルのない選手であったため話題になりました。2巡目には同じく最高位戦の村上淳プロを指名します。3巡目に指名した最高位戦の鈴木太郎選手は他にチームと重複指名となりますが、監督が見事当たりくじを引き当てて獲得となりました。10月1日にレギュラーシーズンが開幕し、シーズン序盤は園田選手がチームを牽引します。一時は個人首位に立つほどの活躍でドラフト1位の名に恥じない戦いを見せました。ドリブンズは11月から1月にかけて風林火山と抜きつ抜かれつの首位攻防戦を繰り広げます。しかし2月に大きくポイントを減らし3位に転落します。2月7日に園田選手が登板した試合で風林火山の滝沢選手の第3弦に放銃したシーンは名シーンとして語り継がれることとなります。ドリブンズはレギュラーシーズン最終日に登板がなく、前日に4位でレギュラーシーズンを終えていました。ファイナルシリーズに進出できるのは上位4チームであったため最終日は見守る格好となりました。5位であったユーネクスとパイレーツは最終日に現実的な条件を残していましたが惜しくも敗退となり、ドリブンズがファイナル進出を果たしました。レギュラーシーズンのポイントを半分持ち越し、マイナス 4.3 ポイントからファイナルシリーズがスタートします。ファイナル初日の3試合は太郎選手と村上プロが登板し、見事3連勝を決め 183.1 ポイントの上乗せに成功します。初日で一気にトップに躍り出たドリブンズはその後も安定した成績を残します。ファイナル中盤は風林火山との首位争いとなりますが、13試合目に村上プロが100ポイント近くをプラスしトップを独走する体制となりました。ファイナルシリーズ全24試合中トップ11回に対しラスはたったの1回でまとめ、最終的には 594.5 ポイントを獲得し、2位以下を大きく離して初代チャンピオンに輝きました。太郎選手はファイナルで 339.2 ポイントをプラスし、個人成績で首位となりましたが、2位に村上プロ、3位に園田選手と、ドリブンズの選手が個人成績トップ3を独占していました。レギュラーシーズン4位からの苦しいスタートとなりましたが、3人全員が大きなプラスを持ち帰ったことで見事優勝まで駆け上がることができたと言えるでしょう。優勝インタビューで園田選手は、花の全くないおっさんのチームではありますが、麻雀の内容、強さを見せられればいいなと思ってやってきました。ここで終わりではなく、連覇、3連覇を目指して麻雀の研鑽を積んでいきたいと思います。と語りました。2019-20シーズン優勝、ユーネクスとパイレーツ。ユーネクスとパイレーツはユーネクストによるチームです。麻雀のプロスポーツ化という未開の大海原へ漕ぎ出す思いと、帆に風を受けてスピードに乗る選手をイメージして命名されました。ドラフト1位指名は麻雀連合の小林剛選手。続いて朝倉浩新プロと石橋信弘プロを指名します。デジタルコンテンツを配信しているユーネクストならではのデジタル思考をジャンプーとするプロが集められました。初年度は惜しくもレギュラーシーズン5位で敗退となりました。2019-20シーズンからチーム編成の規定が男女問わず3名から男女混成4名以内に変更され、最高位戦の水原明菜選手を指名し4名体制となりました。レギュラーシーズンは前年同様苦しい戦いとなります。中盤で立て続けにラスを引くとそのままボーダー争いに巻き込まれる形となり、レギュラーシーズン最終日までドリブンズとのセミファイナル進出をかけた戦いとなりました。ドリブンズが最終戦でマイナスポイントに沈み、パイレーツはギリギリでセミファイナル進出を決めます。セミファイナルシリーズはマイナス 101.1 ポイントからスタート。パイレーツは開幕から連勝を決め好発進します。セミファイナルでは石橋プロがトップ3回で登板した試合で全連敗という成績を収め、2チームを抜き去り4位でファイナル進出となりました。唯一マイナスポイントでファイナルを迎えましたが、
開幕戦で小林選手が5万点超えのトップを飾ります。しかしフェニックスが続けてプラスポイントを重ね一歩抜け出す展開となりました。ファイナル3日目に朝倉プロが親番で第3弦を積もり大トップで一気に首位まで駆け上がりますが、すぐにフェニックスに首位の座を奪われてしまいます。フェニックス首位で迎えたファイナル最終日、1戦目に石橋プロがフェニックスをラスにしてトップを獲得し、1戦目終了時点ではパイレーツが首位となります。最終戦は小林選手が登板し効果的な上がりを決めトップ目でオーラスを迎えます。オーラスでフェニックスの魚谷選手が逆転のリーチをかけ、手詰まった小林選手から当たり牌が押し出されそうになりましたが、寸前のところで現物が増えて宝珠を回避します。結果として魚谷選手のリーチは実らず流局し、パイレーツの優勝が決定します。ファイナルではチーム全員がプラスポイントを獲得し、244.7 ポイントで大逆転優勝となりました。優勝インタビューで小林選手は、かろうじて優勝できましたけども、これからはチャンピオンとして恥ずかしくない麻雀を打って連覇に向けて精進していきたいと思いますと語っていました。2020-21シーズン優勝 EX 風林火山。 EX 風林火山は株式会社テレビ朝日によるチームです。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく、言わずと知れた孫子の兵法の極意を戦う上でのテーマとしています。ドラフト1巡目には名実ともに女流トップクラスの二階堂秋選手を指名します。2巡目には滝沢和則選手、3巡目に勝又健二選手を指名し、日本プロ麻雀連盟所属で同年代の3人を獲得します。初年度は準優勝を果たしますが、2年目はレギュラー再開で敗退と悔しい結果となります。2020-21シーズン開幕前に監督は、ファイナルで3位以内に入らなければ選手の入れ替えをするという独自のレギュレーションを発表します。レギュラーシーズン前半は秋選手が3桁プラスで活躍し首位を走ります。しかし年明けからチーム全員が不調に陥り、13戦連続トップなしという結果で貯金を使い果たします。この不調で一時ボーダー争いに巻き込まれますが、踏みとどまって4位でセミファイナルに進出します。セミファイナルシリーズの前には、セミファイナル敗退時には全員入れ替え、4位入賞の際には対局成績を数値化し最低値となった1人を入れ替えという入れ替えレギュレーションの具体的な内容が発表されます。セミファイナルシリーズでは序盤はファイナル進出圏内に置いていかれますが、中盤で滝沢選手が連勝を決めて再び4位に浮上します。しかし最終日の1戦目で滝沢選手が痛恨の4着となり、2戦目は3着以下は敗退という状況に追い詰められます。2戦目に登板した勝又選手は苦しい展開の中オーラスで逆転2着となり、なんとかファイナル進出を決めました。マイナス 41.4 ポイントを持ち越して始まったファイナルシリーズ、初日から連続トップを獲得しますが、2日目には連続でラスを引いてしまいます。ファイナルシリーズ残り4戦というところで、風林火山が首位になるためには3トップが必要でした。この厳しい条件戦を任されたのが勝又選手でした。勝又選手は最後の4戦でトップ3回2着1回という最高の成績を収め、見事条件をクリアし優勝をつかみ取りました。入れ替えレギュレーションのある背水の陣で、レギュラーでは秋選手、セミファイナルでは滝沢選手、ファイナルでは勝又選手がポイントリーダーとなり、全員の活躍が実った結果の優勝となりました。シーズン終了後、新たな挑戦をするため戸井滝沢選手が風林火山を自主退団します。滝沢選手が優勝チームを退団したことは大きな話題となりました。 2021-22 シーズン優勝角川桜ナイツ。角川桜ナイツは角川によるチームです。2019年に発足したチームで、桜のように美しく咲き誇り、騎士のように心理を兼ね備えた選手を揃えています。初年度に内川幸太郎選手、岡田紗也香選手、沢崎誠プロを指名します。翌年堀慎吾選手を追加指名して4人体制で挑んだ2020-21シーズンでは、優勝争いを繰り広げましたが悔しい準優勝に終わっていました。レギュラーシーズンでは沢崎プロが大活躍します。400ポイント近い個人ポイントを獲得し、最終日まで個人 MVP が狙えるポジションにいました。堀選手も3桁プラスを獲得してチームに貢献しますが、内川選手と岡田選手が不調に苦しみ、レギュラーシーズンは6位で通過となりました。
セミファイナルスタート時点で6チームはほとんど横並びの点数状況でした。桜ナイツは要所要所で連勝を決め安定した戦いを見せます。セミファイナルでは澤崎プロがマイナスポイントに沈みましたが、堀選手が 158.3 ポイントを獲得し個人首位、岡田選手が 136.2 ポイントを獲得して個人2位となり、チーム首位でファイナル進出を決めました。セミファイナルシリーズ終了時点で澤崎プロが病気療養のためファイナルシリーズを欠場することが発表されます。3人となって挑んだファイナルシリーズでは 124.3 ポイントを持ち越していましたが、大きくポイントを増やすことができない展開が続きます。ファイトクラブが序盤で失速し、続いてアベマズが中盤でトップから遠くなります。最終日の時点で桜ナイツは首位でしたが、2位のフェニックスとの差は 2.6 ポイントしかありませんでした。最終日の1戦目は桜ナイツが3着、フェニックスが4着で、最終戦はほぼにチームの着順勝負となりました。最終戦に登板したのは堀選手でした。トン4局でフェニックスの近藤プロが倍満を積もり、親番であった堀選手は1万6000点近い差をつけられます。これに応戦するように堀選手は何に局に跳ね満を積もり、フェニックスとの差を縮めます。オーラスを迎えた時点で優勝には両チームに条件が残る状態になっていました。南4局で堀選手が2度の上がりを決めて連チャンすると、続く3本場で近藤プロが一発か裏ドラで条件クリアのリーチをします。しかしこの上がり牌が山にはなく、流局して桜ナイツの優勝が決まりました。澤崎プロの離脱や堀選手は足を負傷して立つことのできない状態でファイナルに登板するなど満身創痍の状態でしたが、見事セミファイナルでの首位を守り抜き、澤崎プロへ捧げる優勝となりました。2022-23シーズン優勝、渋谷アベマズ。渋谷アベマズは株式会社サイバーエージェントによるチームです。自社キャラクターのアベマくんと創業以来拠点とする渋谷をモチーフに命名されました。ドラフト1巡目には最速最強と呼び声の高い RMU の大井隆晴選手を指名し、2巡目には白鳥翔選手、続いて松本義弘選手を指名します。男女混成が編成の規定となり、翌年に日向愛子選手を指名し4人体制となります。アベマズは初年度から優勝候補と言われていましたが、惜しくも4シーズン連続3位という結果になっていました。レギュラーシーズンは開幕10戦4着なしで非常に好調な滑り出しとなります。しかし12月に白鳥選手がラスを引いてチームの流れが変わります。白鳥選手は7戦連続逆連敗となり、過去のシーズンで大活躍だった大井選手も10戦連続逆連敗という不名誉な記録を叩き出し、チームの貯金を完全に溶かしてしまいます。この状況を支えていたのが松本選手と日向選手でした。2人はレギュラーシーズンで3桁プラスを持ち帰る活躍を見せ、一時はボーダーまで落ちていたチーム順位を3位まで上げてセミファイナル進出を果たしました。上位にチームが大きなポイントを持ち越し、有利な状態でセミファイナルシリーズが始まりました。アベマズは白鳥選手が復調し、登板した全8試合中4トップという好成績を残します。序盤はボーダー下に落とされる場面もありましたが、次戦ですぐにトップを取ってリカバリーします。終盤には大きくポイントを積み重ねて2位でファイナル進出となりました。4チームとも持ち越しポイントにほとんど差がない状態でファイナルシリーズを迎えます。序盤は大きな動きがなく膠着状態となります。ファイナル3日目にアベマズが白鳥選手と松本選手で連勝を決め、2位と140ポイント近い差をつけて首位に立ちます。ファイナル6日目にファイトクラブの滝沢選手が数アンコウを積もってトップを取り、アベマズとの差を50ポイント近くまで縮めますが、次戦で松本選手が100ポイント超えのトップを取ってすぐに挽回します。その後一度もトップを譲ることなく 495.4 ポイントを積み上げ、悲願の優勝を果たしました。セミファイナルまでは不調だった大井選手でしたが、ファイナルでは3桁プラスを持ち帰り個人3位の結果を残します。優勝インタビューで大井選手は、悪魔に魂を売ってでも M リーグの優勝だけは取りたいとずっと思っていたと、恩人の子安藤満プロの言葉を口にしていました。続けて麻雀プロを続けてきて今が一番幸せですと話しました。M リーグの過去のシーズンで2度目の優勝を果たしたチームはまだありません。今後どのような偉業を成し遂げるチームが現れるのか楽しみでなりませんね。このチャンネルでは麻雀に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。